皆さんこんにちは、リコです。現在公表されている生活応援給付金を6つ紹介していきます。国や自治体には様々な制度や支援などが設けられています。中には申請不要で受けられる給付金などもありますが、全てがそうとは限りません。対象であるのに制度を知らなかったことで損をしてしまうことがないように、この動画で一緒に勉強をしていきましょう。またこちらのチャンネルでは、国の給付金だったり自治体独自で行っている給付金や支援情報なども配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧いただけたらとっても嬉しいです。それでは本題へ参りましょう。1つ目、令和6年度新たに住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯に10万円給付金。令和6年度新たに非課税世帯、均等割のみ課税世帯に10万円給付が始まっています。自治体からの給付金になりますので、支給時期などはお住まいの地域により異なるのですが、基準日は令和6年6月3日となっています。すでにお住まいの地域のホームページ等で情報が公開されているところもあれば、まだ公開されていない地域もありますので、一度確認をしてみましょう。そして18歳以下のお子さんがいる世帯には子ども加算が支給されます。子ども加算についても自治体により異なってきますので、一度確認をしてみましょう。またこちらの動画でお伝えした通り、首相は先月の会見で秋に経済対策を策定し、年金世帯や低所得者世帯に対して給付金を支給することを検討すると表明しました。しかしこちらはまだ決定しているわけではないので、金額や時期などは分かっておりません。ですが、新たな給付金の可能性が見えたと言えるでしょう。2つ目、課税世帯への4万円定額減税。現役世帯の多くの方が対象である定額減税は、6月スタートの支援策となっています。4万円の内訳は、所得税3万円、住民税1万円を合わせて4万円ということです。そして減税に関しては1人当たりですので、納税者と扶養家族も含まれます。よって4人家族であれば、4万円 ×4 人で16万円が減税されるということになります。この減税は6月のボーナス時に合わせて実施されています。3つ目。国民年金保険料の免除。保険料を納めることが困難な場合、ご本人からの申請によって保険料の納付猶予または全額、もしくは一部、4分の1、半額、4分の3が免除になる制度があります。免除の割合に応じて一定の年金額が保障され、病気や事故で障害が残った時の障害年金や、一家の働き手が亡くなった時の遺族年金を受けることができます。また、退職、失業等により納付が困難な方は特例免除を申請できます。保険料の納付が免除される期間は、失業等のあった月の前月から翌々年6月までとなっています。ご自身が免除の対象だとしても、役所等から手続きができますよというお知らせが来るわけではありません。ご自身で手続きをしなければ免除、納付猶予はできないので覚えておきましょう。日本年金機構のホームページに手続き等について詳しく掲載されておりますので、概要欄に URL を掲載しておきます。4つ目、求職者支援制度。無料の職業訓練、就職サポート、そして一定の要件を満たすと月10万円給付がされる制度のこと。どんな制度なのかというと、再就職、転職、スキルアップを目指す方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講でき、訓練開始前から訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートしてくれます。離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方が、給付金を受給しながら訓練を受講でき、給付金の支給要件を満たさない場合でも、無料の職業訓練を受講することが可能です。給付金を受けて訓練を受講する方は、雇用保険の適用がなかった離職者の方や、フリーランス、自営業を廃業した方など、離職者、在職者ともに活用できる制度となっています。
求職者支援制度は厚生労働省のホームページにありますので、URL を概要欄に掲載しておきます。5つ目、国民健康保険料の減額・免除。一定の所得基準を下回る世帯については、7割、5割、または2割を減額する制度があります。法定軽減は確定申告をしていれば自動減額されますので申請は不要なんですが、こちらは2種類ありまして、法定軽減と自治体の減免制度があります。自治体の減免制度に関しては申請が必要となっています。自治体によって内容は異なってくるんですが、前年の所得と今年度中の見込み所得は比較して減免率が確定します。こちらに関しても年金同様、ご自身で申請しなければ適用されませんので活用していきましょう。最後に住居確保給付金。住居確保給付金とは、離職、廃業や休業等に伴う収入減少等により住居を失う恐れが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより安定した住まいの確保を支援する制度のこと。支給対象者について、1つ目、離職・廃業後2年以内のもの。2つ目、給与等を得る機会が当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあるものとし、支給期間は原則3ヶ月、求職活動等を誠実に行っている場合は3ヶ月延長可能で最大9ヶ月までとしています。支給額は住宅扶助特別基準額を上限とし、東京都特別区の上限額の例の場合ですと、単身世帯であれば53,700円、2人世帯は64,000円、3人世帯は69,800円としています。その他収入要件や資産要件、求職活動等要件などがありますので、詳しくは厚生労働省のホームページを活用しましょう。こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。